ただいまより開演でございまして、出てまいりました私が梅雨の丸子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめに簡単な自己紹介をさせていただきますと、実は私こう見えまして、まあどう見えてるのかようわからんのですが、まあこう見えまして現在36歳なんでございます。あ、なんか微妙な反応でありがとうございます。36でございましてね、でいきなりこんな頭で出てまいりましてね、びっくりされた方もいらっしゃるかもわかりませんが、まあ、私ですね、落語家でありながら天台宗と言いましてね、滋賀県にございます比叡山延暦寺、あの天台宗のお坊さんであり、また住職でもあるんでございますね。まあ、ただですよ、やっぱり私本職はこの落語家でございますから、落語家としてはプロなんです。落語家としてはプロなんですけど、お坊さんとしては甘なんです。ありがとうございます、ね、これさえお分かりいただけたらね、もう今日来てよかったなというもんでございますけれどもね。まあ、しかしですね、なぜこんな変わった生き方になったのかと申しますと、もともとね、この落語家の方ですね、これになりたいなと思いましたのが、もう今から20年近く前、高校1年生の時でございまして、でこれはですね、私の両親が、まあ、非常にこの落語が好きやったんで、ああ、私も将来落語やってみたいな、落語家になりたいなと思うようになったんですね。で反対にお坊さんの方でございますが、これになりたいなと思いましたのも同時期の高校1年生の時やったんですね。というのもですよ、もともと私ね、実家がお寺であるとかそういうわけではございませんでして、まあ、普通のねサラリーマンの家庭に生まれ育ったんですね。でところがですね、ちっちゃい頃からね、私一つだけとても心配なことがございまして、でこれが何かと言いますと、人間というのは死んだら一体どこへ行くのか、まあそういうことが非常に不思議、心配やったんですね。というのもですよ、これ私が3つの時でございますが、私の祖父おじいちゃんが亡くなりましてですね、でやっぱりこれ子供心に不思議ですよ、人間が亡くなるいうのがね。ですぐにおばあちゃんに聞いたんですね。なあなあおばあちゃん、これおじいちゃん死んでしもうてな、一体どこへ行ってしまうのって聞いた。でそうしますとね、例えば皆さんでございましたらね、ちゃんと教えてくれると思うんですね。おじいちゃんは亡くなったからこれから極楽へ行くんやでとかね、仏さんとこ行くんやでってちゃんと教えてくれると思うんですけれども、うちのおばあちゃんはちょっと違ったんですね。私も同じようにおばあちゃんに聞いたんですね。なあなあおばあちゃん、俺おじいちゃん死んでしもうてな、一体どこへ行ってしまうのって聞いたらですね、うちのおばあちゃん、何おじいちゃんか、おじいちゃん死んだからな、今から焼きに行くねん。こうやって言ったんですね。皆さんもよう言いますでしょ、こう焼き場とか焼きに行くとかね、言い方ダイレクトなんですほんまにね。で私もね、もうそれが非常にショックでございまして、まあ、そこから人間亡くなった後、まあ我々の魂というのがね、一体どんな場所へ行くのかなと、まあ、そういうことを考えるようになりまして、で、まあ、このね宗教というものにね興味を持ったわけなんですね。ちなみにですね、高校に入りますとね、もうすぐにねこのアルバイトを始めまして、そのバイト代でこの宗教の本いろいろ読むようになったんですけれども、一番初めにね私が読みましたのがキリスト教の聖書でございましてね、で次に私が求めましたのがイスラム教のコーランでございましてね、でこのコーラン読むね女子高生というのは珍しいもんですからね、自宅でね自分の部屋で一生懸命このコーラン読んでおりましたところ、私の母親がもうびっくりいたしましてね、ちょっとあんたそれ今一体何読んでんねんなってこうやって聞かれたんでね、
今な、俺イスラム教のコーラン読んでんねん。言うたらね、うちの母親、アラーン。ありがとうございます。なんか皆さんこんな話でよろしいんですか。まあまあそんなんでね、まあこのね、キリスト教の勉強したり、イスラム教の勉強したり、また神道の勉強、仏教の勉強、いろいろするようになりまして、で本当にですね、どんな宗教もそれぞれ素晴らしいなというふうに思ったんですけれども、もう中でもですね、私の場合はこの仏教の教えにね、非常に心惹かれるものがありましてね、でこの信仰心というのを持つようになったわけなんですね。でまたですね、皆さんに、まあ、こういった仏教のお話をね、まあ、広く知っていただきたいなと、まあ、そのためやったら自分がお坊さんになるのが一番早いんじゃないかなと思って、もうお坊さんにもなりたいと思うようになったんですね。でこの落語家になってね、まずは3年間修行をいたしまして、でそれからまた比叡山の方でね、出家をいたしまして、まあ、今ねこういう二刀流ということでね、やらせていただいてるということなんですね。まあしかしですよ、こういう変わった生き方してますとね、やっぱり毎日毎日いろんな場所でいろんな人というのに出会いますよ。もう中でびっくりしますのがお年寄りの方ですね。お元気な方多いんですけれども、あのこの間もね、私近所のスイミングスクールへ行ったんですよ。でそうしましたら、隣のレーンで85歳のおばあちゃんが息子さんのお嫁さんを伴いまして泳ぎに来てはったんです。で聞いたらですね、このおばあちゃん1日1キロ泳いでると、こういうふうに言わはりましたんでね、私もびっくりして思わず聞いたんですね。いやー、おばあちゃんすごいですね。いや85で1日1キロですか。いやせやけどね、おばあちゃんなんでねスイミングスクール通ってはるんですかって聞いたらね、このおばあちゃんがサンズの川泳ぐためでございますね。またびっくりいたしましたのがね、これ旗で聞いておりましたお嫁さんの方でございます。お嫁さん急いでコーチの方へ駆け寄りまして、先生すいません、ターンだけは教えないでください。いろんなことございますけれどもね、まあこういうのがなくなってまいりますと落語ということでございまして、まあ、本日の私の お話はお寺のお話で一席お付き合いを願いますが、信州信濃と言いますから長野県、この長野県には善光寺というお寺がございますね。でこの善光寺さんというお寺はですね、私が属しております天台宗、そしてこちら真如寺さんのね、この浄土宗さんと2つの宗派で守られてきたという、まあ、非常に珍しいお寺でございますね。でこの善光寺さんのご本尊様と申しますと、善光寺如来さんと申しまして、まあ、いわゆる阿弥陀如来さんでございますね。でこの阿弥陀如来さんという仏様も皆さんご存知の通り、南無阿弥陀仏とお念仏をお唱えしますと、どんな極悪人でも必ず極楽へ往生をさせていただけるというね、まあ、ありがたい仏様でございますが、実はですよ、この阿弥陀様の功徳と言いますと、それだけではございません。これ最近ね、私が発見したことなんですけれども、実はこのお念仏を毎日毎日いただいておりますと、女性のお肌が綺麗になると、こういうことが分かったんですね。なんか皆さん嘘やろ有効で見てありますけれども、いやこれほんまなんです。これこの間ね、私ね、あのラジオ聞いておりましたら、こんな声が聞こえてきたんですね。阿弥陀さんの力でお肌プルプルと、まあヨーヨー聞いたらアミノさんやったんでございますけれどもね、まあ、本当にしょうもない話ばっかりなんでございますけれどもね、まあまあそんな善光寺さんでは毎年1月の7日から15日の間にお参りをいたしますと、血脈の印というのをいただくことができますね。血脈の印で、これ一体何かと申しますと、まあいわゆるね、ハンコのようなものでございましてね、10センチ四方の金塊、金の塊を3つこう並べましてですね、1つにくるんだもの、これがですね、このハンコのようになってございまして、善光寺さんへ行ってこの血脈の印を頭にぼちゃっといただきますと、これがね、極楽行きの証になるということで、まあ、昔からですね、日本全国いろんな場所からいろんな人がやってまいりまして、このね、血脈の印をいただいて、そして極楽へ行くというね、そういうね、お寺なんでございますね。
で、ただですよ、皆さんがこれね、極楽へ行っていただく、まあこれね、我々仏教界としては非常にありがたいことでございますが、そうなりますとね、たった一箇所だけ困る場所というのがございましてね、これ皆さんどこか分かりますか？一箇所だけ困る場所、これどこかと申しますと地獄という場所でございましてね。だって地獄もですよ、もういつ何時誰が来てもええように、もう365日24時間営業でね、セブンイレブン並みに営業してるわけなんですよ。でところがですよ、これ皆さんが極楽へ行って地獄に来る人がね、あの誰もないようになりますとね、もうこれ地獄がね、あの経営がね難しくなってまいりますんでね、開店休業状態になってしまうんですね。でそうなりますとね、この閻魔大王さんもね、従業員の鬼たちにね、この給料の未払いが発生するというね、そういう事態になってまいりますんでね。でそしたらこれ閻魔大王さんが労働基準監督署から注意を受けますでしょ。でそんなもあかんということでね、閻魔大王さんも最初どないしようかなと思ってね、市役所に相談したんです。市役所にね、で市役所に相談してですね、すいません、あのこちらね、あの地獄ですけれどもね、あの持続化給付金あのもらいたいんですけど相談したんですよ。でところがね、あの持続化給付金いうのがあれ宗教法人は対象外なんですって、あれね。でそれで市役所の人からね、すいません無理ですって断られてしまいまして、ほんならどないしたらええんですか言うたらね、すいませんもう今の時代自助共助公助なんです、もうこういうこと言われましてですね、まあ、とにかくですね、自分でこれどないかせないかんというわけになったんですね。で閻魔大王さんもですね、まあ、最初はね、まあ、自分の持ち物から処分をしようということでね、あの浄張の鏡という、まあ、お裁きの時に我々人間の本当の姿を映すというね、浄張の鏡というのがありますけれども、あれもですね、もう裁く人間がおりませんので、もう近所の散髪屋に売り飛ばしましてですね。であの鬼の金棒でございますか、もうこれもですね、芝生相手がおりませんのでね、もう近所の少年野球に売りましたね。であとはですね、この秘書役でゴズメズというのがおりますけれども、もうこれもね、仕事がございませんので、もうウーバーイーツで働いてもらうというね、もうそういう前代未聞のね、もう地獄の危機がねやってくるわけなんでございますね。でまあまあこのままではいかんということでございましてね、閻魔大王さんもね、鬼たちを集めましてね、役員会議というのを招集いたしまして、閻魔の質疑を下におろーば。これね、皆さん閻魔大王さん言うとめちゃめちゃ怖い顔やと思ってはりますでしょ。ところが違うんですね、実は閻魔大王さんという方は非常に心優しい仏様のお一人なんでございますね。というのもですよ、ここでちょっとだけね、皆さんにクイズでございますけれども、この人類で初めて生まれたとされる人間ね、人類で初めての人間というとどなたかね、あのご存知の方いらっしゃいますかね。人類で初めての人間この人やでって分かる人ね、うつむかれる方増えたんですけれども大丈夫でございましょうか。どなたか分かる方いらっしゃいません？いかがですか？分かりません。どうですか？分かる方おられませんか？どうですか？はい、アダムとイブ。あ、アダムとイブ、あ、正解でございます。ありがとうございますね。あの今正解していただきましたんで、また後ほどね、ご住職の方に私正解しましたっておっしゃってくださいね。あのそうしましたらね、あのご住職が、あ、そうですかって言いました。よろしくお願いいたしますけれどもね。でね、今言うていただいたようにね、私たち頭の中になんとなくね、これ宗教宗派関係なくアダムとイブという、まあ、そういうイメージがございます。じゃあ反対に、この人類で初めて亡くなった人間、初めて死んだ人間が一体誰かと言いますと、これが閻魔大王さんであると、こういうふうに言われてるんですね。というのもですよ、もともとね、あの閻魔大王さんという方は閻魔さんになる前は人間でございましてね、ヤマさんという名前の人間やったんです。でこのヤマさんがこのね、世の中で初めて亡くなって一番初めに極楽へ行ったんですね。
で、そうしますとね、この極楽、めっちゃいい場所でございましてね、もう漢字で書いてもね、極めて楽と書くぐらいですからね、めちゃめちゃね、ええ場所らしいんです。まあ私もまだ行ったことないんでね、ほんまに知らんのですけれどもね。でまあそんなんで、悠々自適でね、こう過ごしておりましたところ、後から後からね、どん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 ね、こう死んだ人間が極楽へ入ってまいります。でそうなりますと中にはですよ、ええ人もいてたら悪い人間もいてるということで、閻魔大王さん山さんが一番初めにここにいたばっかりに、これをええ人悪い人、ええ人悪い人と仕分けをせなあかんようになったんですね。でこれをですね、ええ人悪い人、ええ人悪い人とやっていきますうちに、どん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 怖い顔になってまいりましてですね、もう仕分け人の顔でございますね。もう蓮舫さんみたいなね、顔になってまいりましてですね。で、あの怖いね、ああいうね、イメージが出来上がったんですね。まあそれでもですね、本来はこのお裁きをもってしてでも我々をええ方向に導こうというね、心優しい仏様でございますから、実際にね、これ善光寺さんの方に参りますと、まあ、本堂の中にね、心優しいね、まあ優しい表情のね、閻魔さんがいらっしゃるわけなんですね。まあ、しかしですね、そんな閻魔さんでも、まあ、やはりね、ちょっと部下の前では怖い顔もせないかんということでございまして、あはんあはん、近頃亡者の来たるものなく、地獄が水火の一途をきたしておる。これから明明複雑なく意見を出し合い、地獄時期打開の策を講じてもらいたいのじゃ。まあそれらしいこと言うたけれどもな、え、いやぶっちゃけどないやな、もう最近な、誰も地獄来んようになってしもうたやろ。もうこのままやとな、いろいろ大変やしな、もう誰ぞな、事情のわかるもんいてへんか。恐れながら申し上げます。おお、見る目かぐ花、いかがいたした。私が聞くところによりますれば、何でもシャバの信州善光寺という寺院におきまして、ケチ脈の因なるものが発行され、これがために極楽は繁盛、地獄は水火の一途ということで、我々も心痛めておる次第でございます。なんやて、シャバの信州善光寺、うん、そこでケチ脈の因を頭にぼちゃ、ほんで極楽ぽいと。おいおいおい、んなことされたらかなんがない。んなことされたらわしら営業妨害やないかいな、ほんまにな。ほたらな、こっちも何の対策を考えよう。え、なに、あの落語家のつゆのまる子いうやつから企画書が上がってる。ちょっとこっちかしたな。なになに、いっそのこと地獄のゆるキャラでも作ったらどないですか。ゆるキャラってな、あれ大変やねん、ほんまにな。もうめっちゃ場所取るしやな。だいたい最近仏教界もな、各宗派いろんなゆるキャラ作っとってやな、浄土宗でもな、ナムアミダブーチューな、そういうゆるキャラ作っとんねんな。ほんであの着ぐるみの中にイベントで入ってるのはな、大概あれ身長の低い若い坊さんが入っとんねん。それをこう持ち回りでやってるもんやさかいな、あの着ぐるみの中が汗臭くて生き地獄やと言われるんだな。そんなあかんあかんな。あ、ほなこんなんどないやん。いや、向こうがケチ脈の因でな、極楽行けんねやったらな、こっちは対抗してな、地獄の因ちゅうのを作んねや。ほんでな、料金かて分かりやすうすんねん。ちゅうのもな、もう日本全国どこ行っても一緒やな。もう檀家さんが坊さんに、これってなんぼですかって聞いたら、坊さんはな、言うことみな一緒やな。お気持ちで結構でございます。これちょっと分かりづらいやんか。もうせやからな、もうこっちは明朗会計でな、459円、地獄で459円で、これでどないや。恐れながら申し上げます。金を払うて地獄へ来る好き者は一人もおらぬように存じますが。あ、そうか、まあまあ居心地ええねんけれどもな。おたらどないしよう。私が考えますところによりますれば、誰か代表を一人シャバに派遣をいたしまして、ケチ脈の因なるものを盗み出してまいれば、問題は一挙に解決かと。お前賢いな。備えしよう備えしよう。うん、まあせやけれどもな、善光寺の方も厳重に警戒してるやろうしな。そんな大それたことできるやつ、この地獄にいてるか。恐れながら申し上げます。この地獄は極悪非道の集まりでございます。やったな、ここな、ええことしたやつ一人もおらなんだんや。ほたら誰ぞ呼んでくれるか。はっ、しばしお待ちを。これ持ってまいれ、住民票。さすが地獄でございますな。住民票はちゃんとね、あいうえお順になってございましてな、
これでございましたらね、今流行りのマイナンバーなどというものは必要ございませんので、うん、こちらの世界で必要なのはね、マイナンバーやのうて、ナンマイダーでございますのでな、うん、ではでは早速見てまいりましょうかな。まずはア行でございますな。アドルフ・ヒトラー、カキ・キム・ジョン・イル、サダム・フセイン、ビン・ラディン。これ独裁者でございましてな、これはちょっとね信用なりませんのでな。そうなりますと他の項目ですと、アニータ、アニータおりましたな。カツラ・分子男女関係でございましたね。で、カツラ分子、こういう名前をこういう場所で言いますと私が地獄に落とされますのでな、恐ろしい世界でございましてな。そうなりますと他にはですな、アスカ、アスカ、カキ、清原和弘、酒井紀子、ピエール滝、薬物でございましてな。薬物もちとね、光線時間がかかりますのでな。そうなりますと他にはですな、道路交通法違反でありますとか、迷惑防止条例違反とか、あ、これいかがでございましょうな、窃盗泥棒というのは。ああ、窃盗泥棒、それが適役じゃ。誰ぞいてるか、あ、しましょう、待ちよ。窃盗泥棒でございましたらね、いかがでございましょう、この石川五右衛門というのを。ああ、石川じゃ、石川じゃ、石川呼んでまいれ。はは、石川殿、ただいま到着。おお、苦しゅうない、これ連れてまいれ。え、なんじゃこいつ、え、いやこいつほんまに石川か。なんかこいつな、さっきからな、頭クリクリ坊主でな、顔青白い、ほんで眼鏡かけてなんか読みながら泣いてんねや。ええ、お、これお前石川か、石川か、あい我泣き濡れてカニと戯る。誰やこんな連れてきた。これ石川啄木やないかいな。お客さんにさっきバレてるやないかいな、お前な。わしが言うてんのは石川五右衛門や。五右衛門はただいま何をしておる。ただいまの時間ですと日課となっておりますかまぼろの時間かと。この地獄の危機にかまぼろとはしょうもない、急いで連れてまいれ。はぁ、五右衛門殿、ただいま到着。お、苦しゅうない、これ連れてまいれ。はは、五右衛門殿、君のお召し、急いでこれ、五右衛門これ。ただいま流れてまいりましたのが石川五右衛門さんの出囃子というのでございましてね、まあ、一丁入りというお芝居なんかでよく使われる、ね、曲でございます。で、なぜこんなんが流れてきたのかと申しますと、五右衛門さん根っからの芝居好きでございましてね、どこへ行くにも三味線太鼓を連れましてね、見栄を切りながら登場するという始末でございまして、うは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 あ、あ、あ、君のお召しを受けたまわり、石川五右衛門、あ、ただいま参上。お、この方が、あ、五右衛門か、はは、あ、いかにも。こなたを呼んだ世の日にあらず、これからシャバの信州善光寺へと参り、ケチ役の因なるものを盗み出して参り、どうじゃ五右衛門、できるかな。あ、お任せあるや大王殿、この石川五右衛門シャバにありしときは太閤殿下のご寝所近くへ忍び、千鳥の香炉のすまんとしたほどの豪の者、ケチ脈の因なる者ごとき盗み出すこと、赤子の手をまひねりより、あたやすきこうと。よくぞ申した頼もしきその一言、ことか論じてぬかるなよ。あ、お任せあるや、あたいよどうの。石川五右衛門六歩踏んでシャバの善光寺へと出てまいります。で、昼間はですね、ブラブラと善光寺さんを観光いたしましてね、名物のお焼きを食べたりなんかいたしましてね、で、また夜になりますと、ででんでんでん、得意の忍法でございましてね、大勧進と呼ばれるお堂に忍び込みまして、もう片っ端から箱を開けていくんですが、どこにもございません。で、いよいよ最後の一つ、漆の蒔絵箱でございまして、あ、これだけ見てへんかったなぁ、今日はな、ここになかったらもう諦めて帰ろかいな。まあ、こんなことを言いながら、この漆の蒔絵箱をシュッと開けますと、ここにございましたのが
まごうことなきケチ脈の院でございます。ただ石川越えもこれ持ってシューッと帰ったらよかったんですが、帰らんかったんですね。もうなんせ根っからが芝居好きでございますから、うわうわうわまんまと善光寺の奥殿へ忍び入り、奪い取ったるうけち脈の印、ありがたやかたじけなや、ナムアミダブツ石川五右衛門極楽へと往生いたしました。ありがとうございます。